海上自衛隊の護衛艦加賀が改修工事を行う予定です。この間に、F-35B 戦闘機を搭載可能にするための工事ということで、2026年度の定期修理に合わせたものです。この改修工事の内容が、加賀と出雲とでは異なる計画ということが、分かってきました。両艦とも空母へ改修されるはずなのに、違う内容ということはどういうわけでしょうか？今回は、この改修内容について見ていきたいと思います。海自のヘリコプター搭載護衛艦出雲と加賀。この2艦には F-35B 戦闘機を乗せるための改修工事が予定されています。そんな中、2021年5月現在、出雲はジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で5年に一度の定期検査と同時に甲板改修工事が行われているそうです。ちなみに、もう一方の加賀は2021年度に予定している5年に一度の定期検査に合わせて、231億円の巨額をかけた改修工事の予定と言われています。当初計画では伊豆、もの1回目の改修で、甲板の耐熱塗装工事を行い、その後に、加賀の空母化を2021年度に実施する予定だったそうです。しかし、参考にしていたアメリカ海軍の強襲揚陸艦における F-35B 戦闘機の運用検証実験の結果から、実際の運用時の人間や物の動線に関する検証をさらに行った方が良いと判断しました。結果として、今回の改修は、甲板の耐熱塗装と艦首を台形から四角形に変える形状変更などの小さいものに止めるようですね。加賀は2026年度に次回の定期点検を予定しているようなので、その時に2回目の改修を行うそうです。内容としては、艦内の区画改修やF-35B 搭乗員の待機区画などの作成などですが、アメリカ軍の強襲揚陸艦での実験結果を参考にして改修を実施するとされています。出雲は、前述の通り、2021年5月現在、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、甲板上に巨大テントを張って、甲板の耐熱化改修を行っていたと見受けられますが、現在はドッグ内に移送されています。ドッグ内では、艦内外の電源設備の設置等、F-35B 戦闘機の搭載に、欠かせない最低限の改修工事を行っている模様です。今後の予定として、出雲は、2024年の定期点検時に2回の改修が行われる予定となっていますが、艦首形状の変更や艦内区画の整備などの大幅な改修が行われ、加賀より先に空母として再生すると言われています。2つの艦伊豆、元加賀の飛行甲板に関しては、初めの頃は、スキージャンプ方式も検討されていたようです。アメリカ海軍所属のワスプ級強襲揚陸艦は全長 257m ですが、スキージャンプ台なしで F-35B を運用しています。出雲、加賀の全長が 248m なので、スキージャンプ台なしでも発艦は可能なのですが、スキージャンプ台には運用上のメリットがあります。それは、艦載機に乗せる兵装や燃料の量が増やせるということです。
これは、かなりのメリットと思われますね。F-35B 戦闘機はストーブル、短距離離陸、垂直着陸なので、スキージャンプ台方式で発艦すると、攻撃力や航続距離を大幅に増やせると言います。ですから、イギリス海軍の空母クイーン・エリザベスは、全長 284m という長さなのに、スキージャンプ台方式を採用しているのです。そんなに利点があるというのに、出雲、やかががスキージャンプ方式を採用しなかったのはなぜでしょうか。この2艦の艦首の下には、潜水艦探知用ソナーが設置されています。スキージャンプ台を設置すると、艦首が重くなりすぎてしまい、艦全体の重量バランスが崩れてしまうと推定されているのです。ブームになった川口海二氏の漫画、空母いぶきですが、この中でのいぶきは、出雲、型をモデルとして、スキージャンプ台方式を採用した、設計になっています。残念ながら、それが実現することには、ならなかったようです。艦の重量バランスを崩さないために、ジャンプ台の設置は諦めました。そして、ヘリの発着用に、甲板上の左舷寄りに、縦に引いてある破線上を、滑走させる短距離滑走の発艦方式にしたのです。ところが別の、問題が発生しました。今の甲板は台形なのですが、その形では、短距離で発艦するときの F-35 の滑走距離を十分確保できないということが分かったのです。その対応策として、甲板を台形から長方形に直して滑走距離を長くしようということになったのでした。憶測の一つですが、カタパルトを使用するのでは?という説もありました。しかし、2艦の甲板にカタパルトを設置すると、経費が莫大にかかってしまうこと、日本にはそのテクノロジーがなく、アメリカ海軍に協力を要請しなければならなくなること、そして何より、肝心の F-35B 戦闘機が、カタパルト発艦を想定した設計ではないということなどの課題があって、2艦への設置が見送られたと推測されます。また、今の出雲、加賀には、艦首舷側に、近接防御火器システムシウス、ファランクスが設置されているのですが、F-35B が発艦するために、滑走する際には危険なので、環境付近に移されると思われます。防御火器システムというと、消火器のような感じを受けますが実は、このファランクスというのは、アメリカが開発された武器で、20mm、多重新機銃と小型の補足追尾レーダーを組み合わせ、対艦ミサイルのような小型で、高速のターゲットをオートマチックで、迎撃できるようにしたシステムのことです。つまり小型だけど、優秀な武器ということになりますね。出雲、加賀の両艦に搭載する予定の F-35B ですが、6機の購入予算として、2020年度予算で793億円を計上しました。他にも、整備用機材費として、253億円を確保していて、2024年には、購入開始ということです。その後で乗組員の訓練が、スタートすることになるので、部隊編成はまだまだ、先の話になりそうですね。
出雲、香川、改修後も対戦ヘリの運用が継続されるので、搭載できる F-35B の機数は10機からマックスで15機程度なので、この2艦を同時に使用したとしても、中国の空母遼寧の搭載機数といい、勝負になるようです。ですから、万が一尖閣諸島をめぐって、中国海軍と直接対峙する事態が発生した仮定したら、中国海軍が遼寧だけでなく3艘も出動させてきたら、日本は対抗するどころか、アメリカの空母打撃群から助けてもらわなければならない状況に陥ってしまうのではないか、と心配する意見があります。といっても、出雲、加賀の運用方針は空母艦隊決戦を想定していません。あくまでも、島嶼防衛に必要最小限の海上を移動する防衛のための飛行基地としての運用という方針といいます。ところで、この2艦の空母化に関して、中国よりも過剰の反応を示した国がありました。アメリカの同盟国ということでは、仲間の初のお隣韓国です。日本が空母を保有することを知って、焦ったかのように空母保有を打ち出したのですが、空母建造計画を進行しているようですし、すでに購入予定だった F-35A 戦闘機の一部を慌てて F-35B に変更するなど、日本への対抗意識を燃やして、闇雲に空母保有に突き進んでいるように思われます。それだけではなく、日本が空母を保有したら、徳島、竹島を攻撃して、占領するつもりに違いないという一種の被害妄想から発展して、アメリカ海軍並みの強襲揚陸艦を建造すると言い出す始末です。時間や人員や何より経費は大丈夫なんでしょうか、と逆に心配してあげたくなりますね。韓国のことはさておき、出雲と加賀については、改修後当分の間は、ジェット戦闘機搭載空母と対戦ヘリを運用のヘリ空母の2役をこなすことになると推測されますが、現状の開示においては仕方のないことでしょう。いつかはスタートから空母として設計された正規の空母を保有できるまでは、今は空母運用に関するテクノロジーやノウハウを他国海軍から学び、習得することが大事だと考えられます。やがて、自国製造の空母が姿を現せば、最高の抑止力になることが期待されます。